しました。ついに激闘の火蓋が切られます。待望の一戦を迎え、試合前からこの盛り上がり、まさにドリームマッチといえるこのカード。ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。試合開始です。ペペ君、ワークモードを下げた。ライアン君、スライディングでカット。連続突破です。ライアン君、シュートに持っていく。あっと、まるでビールのように相手のイディアちゃん、シュートだ。ナイスプレー、ヒューガ君。フィールド、これがタイガーキャッチだ。見事なワンハンドキャッチ。ボールを奪った。チャージが決まった。見事にかわした。これは南米、まずい。これはピッタリだ。ヒューガ君、もうワンハンドキャッチだ。これは聖剣ディフェンスだ。ここは勝負を避けた。ライザー、ここで止めた。シュートまで取り切った。カイザー、ここは勝負を避けた。あっと奪い返した。これは圧倒に負けた。シュール、ボールを相手に蹴り込んだ。ブンガー君、渾身のパスを味方に送る。そこ読み通りだ。いち早く反応、ボールを止めに行った。オーガー君、体で防いだ。ビクトリーナさん、そら逆に攻め込む。よし、行くぜ。バウンサー、ナイスプレー。凶暴なシュートだ。若島津君、横飛びでキャッチ。岸田君、ここは勝負を避けた。あーっと、ドリブルを見送る。翼君、お箱のヒーロー。ここからシュートに持っていく。このレシーブドライブシュートだ。取った。鮮やかなジャンプ力だ。これが俺のシュートだ。強烈なシュートだ。正面でガッチリキャッチ。これはタッチを割ります。スローインでのリスタート。コンティ君、パスを出します。ドリブルでゴールを取る。これは格闘まずい。ルチアノ君、俺の邪魔はさせねえ。そして力の融合。さあ、後悔させてやる。すごいシュートだ。このボールに飛びつく。スマートに抑えた。このパスは止まらない。ここで止めた。見事に決めた。ヒューガ君、タックルを決めた。みんなの頑張り無駄にはしない。ボールを託して勝利の一撃を狙うぞ。まずいよ。これが俺のネオタイガーボールだ。さあ、俺と真っ向勝負。そのまま押し込んだ。俺は世界一のストライカーになるんだ。よし、何点でも差をつけてやるぞ。ビカドリーナ君、ここはスマートを避けた。翼君、シャトルヒールリップだ。みんな、今だ。キャプテンにボールを託してナイスプレーだ。一撃を狙うか。得意のヒールリップで抜いた。なんと、アクロバットを受け、オーバーヘッドシュートに行った。なんと、相手のシュートに合わせ、さらにシュート。これは止まったか。あっと、足りねえな。鍛え上げた体で軽く放たれる。これはすごくて失敗だ。ガルバン君、素早く繋ぐな。余計まずい。ヒューガ君、これはキャロンシュートか。いや、さらに究極の砲弾が放たれた。ロングシュートに決めてきた。信頼してくれるみんなのために勝つ。巻き返してくれ。
サンゴール君ワンタッチで送る。まだとぶつかっていった。ダメだ。フェイント。よし、敵陣へ攻め込む。テテ君このスライディングで決まった。マサ君お箱のヒールリップだ。ナイスプレーだ。あとドリブルを見送る。翼君お箱のヒールリップだ。ナイスプレー。これだ。これはドライブシュートなのか。渾身の力を込めて進化したか。わかったぞ。このシュートに反応している。ゴール裏にも越えてしまった。ここでコーナーキック。誰に合わせてくるか。このシュートをものにできるか。あとこれを弾いた。ゴール裏にも越えた大道。これを得点に結びつけられるか。ビクトリーに合わせてくるか。クロスに合わせていく。お見事、華麗に止めた。コンティ君ここはパスを出した。よっ、まずい。ビクトリーさん、どうしよう。凶暴なシュートだ。カーブと押し込んだ。狙いしました。シュート見たか。俺のゴール。よし、この勢いで逆転だ。まだまだ変なドリブル。これは格闘技。ナイスプレーだ。さあ、ヒヤヒヤの騎士がその力を見せつけるか。クライアル、これは目の覚めるような一撃だ。キーパー一歩も動けず打ち歩く。鮮やかに飛んだ雑魚キック。諦めるにはまだ早い。パスを回す。さあ、これは南米式のドリブルだ。ここでキャプテンにゴールを託す。
ストロングパスだ。立ち下がるのは攻めていくぞ。ああ吹き飛んだ。スマートに送れた。ガルバン君ワンタッチで送る。ドリブルと右手のチャンスが自分だ。ナイスプレーだ。切り裂く。アベイチここでキャプテンに押し下げて勝利の一撃を決めた。素早くキャプテン。エブリンここはパスに切り替えた。
が決めてやる。そうだと。このタッチ。一撃を放つ。ここで同点。決まったからよしとしようか。よし。まだ同点だ。ドリブルで仕掛けてパス。そこを浮かせて抜いた。このタッチに終わります。ライアン君、ボールダッシュ成功。鋭いスライディング。サンドバル君、ここは勝負を避けた。岸田君、ここで止めた。ここはパスを決めた。体をぶつかっていった。サンドバル君、あのラックリンシュート。読み通りでボールだ。あ、いち早く反応。ボールは止めに行った。蝶のように舞う。止めろ。ボールに回転を取り、ガンガン攻めるだけだ。体ごとぶつかっていった。仕事だ。ここはパッチを切り替えた。翼くん、これは南米の勝利。レオくん、ここは勝負を避けた。どうだ。あっと、カッセント。ナイスプレーだ。レオタイガーショット。シュートを迎え、パントキックで大きく蹴り出した。このパスを取られ、蝶のように舞う。ライアン君、このタイミングが決まった。スライディングを止めた。このパスはパスに終わります。ボールを浮かせて抜いた。なんだと。ハイファイヤー。これはただのファイヤーショットではない。ゴール正面でこのシュートを迎え、空手キーパーは立ちます。こ